年第12レース進入1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。ドリーム戦第12レース1号艇、2号艇、6号艇スタートを決めてった。一周の1マーク、1号艇木下に切るとこ、大外からまくり攻撃、6号艇の沖津愛受け止めるか。1号艇木下まくった、6号艇沖津が先頭。スタートは前提正常でした。大外まくり一撃でした。6号艇沖津が先頭、1号艇木下2番手、水が相手。3番手は3号艇山口、両サイドから4号艇2号艇一緒にまく、6号艇沖津がトップ。さあ1号艇木下は2番手の位置、後方3番手の接戦は3号艇4号艇2号艇3艇、2号艇の増田啓司、3号艇山口裕二、4号艇山本孝之、3艇もつれていく。最後方が5号艇辰馬。レースは2周目1マークの旋回です。上の2艇は6号艇、1号艇、3番手は3号艇が仕掛けていった。逃げた2号艇増田啓司、刺した4号艇山本孝之、3番手は4号艇山本がリード。上の3艇は6番、1番、4番の台形。